塩化障害。塩化障害とは、種々の原因によって塩化の機能が損なわれること。誤嚥性肺炎の原因となり、栄養摂取に景観栄養や胃ろうを必要とすることがある。発達期、おおむね18歳未満における発達障害や、発達期以降では、様々な疾病や障害、またはその後遺症によって起こる。塩化障害の原因は、気質的原因、機能的原因、心理的原因の3つに大別される。1000点以上、腫瘍、炎症、外傷、加齢性変化、歯の脱落などによって舌や喉頭及び食道の構造そのものが障害されている場合、原因や疾患から分類する方法もあるが、例えばリハビリテーションの見地から見ると、運動神経、筋群、硬組織といった出力系と感覚受容器、知覚神経といった入力系に分類する方が目的に適しているという。構造物の形態に問題がなくとも、それを動かす筋肉、神経に障害がある場合、頻度として多い脳卒中による塩化障害や、頻度はやや少ないが、神経変性疾患その他の神経筋疾患はここに含まれる。また、1000点以上でも、形態異常ではなく、神経の異常あるいは筋力、筋緊張低下といった機能的な塩化障害もある。神経元性食欲不振症など、摂食障害のほか、認知症、うつ病などで、食欲制御が障害されている場合もここに含まれる。精神疾患を持たない人の有病率が 6% であるのに対し、精神疾患患者の 32% が塩化障害を持っている。窒息事故の割合もはるかに高い。認知症ではしばしば食事をしたことを忘れるが、食事をしたことを忘れても、食欲制御が障害されていなければ異常な量の摂食は困難である。研究は少ないが、塩化造影検査の分析から認知症では 84% の患者が何らかの塩化障害を持っているという報告がある。塩化のパターン形成機構は、解膿岩、脊髄に存在すると考えられている。その制御として、咽頭、後頭近くの脳幹への入力、皮質延髄路のや大脳基底核の関与が考えられている。左右の前口蓋弓を軽く擦ると軟口蓋が挙上する反射。咽頭口壁を擦った時に軟口蓋挙上する反射。3ml の水を注射器で被験者の口腔内に入れて塩化してもらう。注入後5秒以内にむせ込みなく飲めれば正常である。30秒間に唾液を何回塩化できるのかを検査する。2回以下では異常である。旧麻痺とは、延髄の諸脳神経、舌咽神経、迷走神経、舌下神経の運動神経核の障害により、発語、発声、塩化、呼吸、循環などの障害をきたして生じる症状である。偽性旧麻痺とは、延髄神経核の上位ニューロンである。皮質延髄路の障害によって生じる症状を指す。塩化障害において、両者の障害は異なると考えられている。旧麻痺では延髄にある義核、小束核、毛様体及び塩化関連ニューロン障害で塩化障害をきたす。典型例は、脳血管障害では、ワレンベルグ症候群、変性疾患では、筋萎縮性側索硬化症などが挙げられ、塩化動態では、口腔症障害は軽度であり、咽頭症である塩化反射障害が主体である。塩化反射が起こりにくく、起こっても不十分である。CPG による塩化筋群の活動様式のプログラム異常と考えられている。軟口蓋、咽頭挙上、咽頭収縮、食道入り口部解大などの運動障害が認められる。停滞型の塩化障害である。皮質延髄路障害であり、皮質下型、線状体系、橋型の3型が知られているが、塩化動態は同様である。従来は、両側病変で生じるとされていたが皮質領域の片側性病変でも塩化障害が生じるという報告がされている。反射は起こりにくいが、塩化中枢自体は障害されていないため、塩化反射が起こればそのパターンは保たれている。塩化動態は、口腔症の障害、食介形成不良、咽頭器への移送の障害、塩化障害の弱気不良が主体である。高校期と咽頭期のタイミングがずれることが問題となり、塩化反射は保たれる。食解形成しにくい水分は特に誤嚥しやすい。アンデオテンシン変換酵素阻害薬、ACEIはサブスタンス P の分解を阻害するため赤反射が高まり、塩化反射も改善する。L-DOPAも塩化反射を改善させる。アマンタジンなどもドパミン放出を促進し塩化反射を改善させる。シロスタゾールは塩化反射改善効果が知られている。臨場咽頭筋切除術、喉頭去除術、喉頭蓋管形成術、喉頭摘出術、気道食道分離術、正門閉鎖術などが有効な場合もある。全身状態の管理をする医師、患者の全体的なケアをする看護師、口腔ケアを行う、歯科衛生士、塩化食など食事を管理する、管理栄養士のほか、実際に食事を取れるように訓練をするのが、言語聴覚士である。言語聴覚士は、口腔、塩化機能の評価を行うとともに、食べるために必要な筋力の強化を行い、誤嚥してしまった時に食物を吐き出す訓練も行う。さらに、機能維持のための口腔ケアや、接触時の姿勢や、食形態の調整、さらには、実際に食物を用いた塩化訓練も行う。胃ろうと併用しながら、体力強化とともに、接触塩化訓練を行うことで、将来的に胃ろうを取り外せるようになる場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。